私の母は私が生まれた頃から世間からカルトと呼ばれてしまっているような宗教を信仰しておりまして、これまでの動画では私がその宗教のもとどのような教えを強要されてきたか、母がこのカルト宗教にハマってしまったきっかけ、私自身がどのようにこの宗教にのめり込み、そして離れていったか、大人になってから私がどのような暮らしを営んできたかについてお話ししました。今日は私が長年悩んできた母との関係についてお話ししたいと思います。私と同じように親の宗教は信じられないけど、そう言ってしまうと親を失望させてしまう、親から愛されないまたは縁を切られてしまう、それが嫌で本当はこの宗教を信じたくないけど抜けられないと悩む二世信者の方もいるのではないかと思い、このトピックを選びました。実際私は上京して教団からフェードアウトして以降、教団の教えは全く守っていないのですが、母にはそれを秘密にしているという二重生活をかれこれ十数年続けています。物理的に離れて暮らしているのでバレないのです。批判されてしまうかもしれませんが、本当にどうしたらいいかわからなくて、私にはこうするしか思いつかなかったんです。これからその背景をお話しします。前の動画でもお話ししました通り、私は10代後半で実家を出まして、以降教団の集まりや奉仕には全く参加せず、信者の方からの連絡もシャットアウトしています。母は私がこのように宗教活動に不活発なことは知っているのですが、東京で全く掟を守らず生活しているとは思っていないはずです。集会に行っていないし、奉仕にも参加していないし、霊的に弱った不活発な状態だけども、きっと掟は守っているだろうし、いつかまた活発に活動するようになると信じています。母はとにかく私への信頼度がすごいんですね。なので宗教活動をしていなくても掟はちゃんと守っているとなぜか確信しています。例えば母は私は絶対に嘘をつかないと思っているし、あとよく親戚とか周りの人に、うちの娘はまだ処女なの、純粋なのよみたいなことをよく自慢していたんですね。本当に嫌だったんですけども、その頃私はすでにアラサーと呼ばれる年代に突入していましたし、こんな話をわざわざ他の人にするなんて本当に恥ずかしくて嫌でした。それと同時に母はこんなに私を信頼してくれているのに、本当は陰では全く掟を守っていないこと、罪悪感に苛まれて母と話すたび心が痛んでしまいます。ちなみにその宗教では掟を守れず追放された人を排斥者と呼び、自ら望んでその宗教を離れた人を確か断絶者と呼びます。そして信者はたとえ家族だろうと友達だろうと、その排斥者や断絶者を避けなければならないと洗脳されています。なので例えば私が排斥されてしまったり、自分から辞めると断絶してしまうと忌避の対象になってしまって、家族であっても一切関われなくなってしまうんです。電話やメールはもちろん、一緒に食事をとったり挨拶をすることさえ禁止されます。私はこれが本当に嫌なんです。このせいでずっと悩んできました。これが私がこの宗教をカルトチックだなと思ってしまう理由の一つでもあります。この宗教に入ってしまったことで家族関係ですとか人間関係が崩壊するじゃないですか。この宗教に入ってしまったことで母か自由かどちらかを選択しなければならなくなってしまいました。もしこの宗教に入っていなかったら母も自由も両方手に入れられたはずなのに、どちらかを選ばなければならないなんてとても残酷だと思います。もしこの宗教に出会っていなかったらこんなに悩むこともなかったのにと思うと本当に悲しいです。信者はどんなに家族を愛していてもエホバの教えは絶対なので、その宗教から離れた人は家族でも縁を切ります。家族や友達と縁を切るなんて、そんなことは普通誰も望まないと思います。
これが原因でなかなか教団から抜け出せない2世信者の方も多いのではないかなと思います。私はというと、掟を破っていることは母や教団には知られていませんし、自分からもう信じていないのでやめますとも宣言していないので、私は排斥者でもないし断絶者でもないんですね。ただ霊的に弱った不活発な状態とみなされています。母は私が集会や奉仕などに参加していない不活発な状態にあるものの、またいつか戻ってくる可能性があると信じています。ちなみにこれは余談になってしまうんですけども、よくネットで私の親はエホバの証人だけど別に私が信じていないことで縁を切られたり避けられたりしていないよというコメントをよく見るのですが、前提として忌避の対象となるのはバプテスマ、洗礼を受けた後に排斥や断絶扱いになった信者たちです。この宗教エホバの証人はバプテスマを受けて初めて正式な信者になります。ちなみに私もバプテスマ済みです。きっとこのように私は信じていないけど親から縁を切られていないよとコメントを書かれている方々はバプテスマを受けていらっしゃらないと思うんですね。親が正式なエホバの証人なだけで、その子供は厳密にはバプテスマを受けていないので正式な信者ではないんですね。その親は自分の子供がバプテスマを受けていなくて、そのまま大人になってから世の生活、信者の掟にのっとらない生活を送る子供のことはきっと忌避の対象にしないで放っておくこともあると思います。でも一度その子供がバプテスマを受けて正式な信者になったにもかかわらず罪を犯して排斥されてしまったり、自分から辞めると宣言して断絶してしまった場合、これは何が何でも避けなければならないと教わっているはずです。そうじゃなかったらこのエホバの証人の親はかなり緩いし教団の教えを守っていないことになると思います。それか私が活発に活動していたのがだいぶもう昔のことなので、もしかしたら教理が変わっていることもあるかもしれないんですけども、話は逸れてしまったんですけども、よくネットのコメントとかで私は掟を守ってないけど縁切られてないだったり、あとは信者の親と程よい距離で付き合ってるとコメントされている方がいて、あれ?と思ったのでちょっとここで触れさせていただきました。話を戻しますと、私はかつてバプテスマを受けた正式な信者だったので、もし私が排斥されてしまったり自分から辞めますと言って断絶されてしまった場合、信者とは一切関われなくなってしまうので、これが嫌で私は何も言わずにフェードアウトしてしまいました。母には私がもしこの宗教を離れたら縁を切るしもう一切関わらないとはっきり言われているんですね。この宗教はもう信じられないし、もう掟も守れないし、もう離れたいけど離れると宣言してしまうと母と一切関われなくなってしまうんです。だからといって母の言う通りにして自分が自由に生きられないなんて、こんなのひどいと思ってしまいます。母は自分の親だし、やっぱり一生会えなくなったり関わり合いになれなくなってしまうのは寂しいと思ってしまいます。現に母も洗脳されてしまっていて、もうすぐハルマゲドンが来てその信者の人たちだけが助かってあとは滅びると本気で信じているので、娘の私を滅びの道から救うためにこの宗教の道に戻そうとしていることはわかるんです。母は私のことを心から愛しているからこそ、私がハルマゲドンを生き残って家族全員で楽園で永遠に暮らしたいと思っているからこそ宗教の教えを強要してきた。それは頭では分かっているんですけども、そのせいでこれまで辛かったし、この宗教の教えはどうしても信じられない、もう信じていないと正直に言ってしまいたいけれども、そうしてしまうと縁を切られてしまう。そう思うと八方塞がりで、もうどうしたらいいか全然わからないんです。もう十数年悩んでいますが、未だに解決策が思いつかないし、今でもどうしたらいいかわからなくて二重生活を続けています。
前の動画でもお話しした通り、母は今でもしょっちゅう電話をかけてきて、エホバの道に戻るように説得してきます。実家は農家なので、お米とか野菜とかを定期的に送ってくれるんですね。こういうところは本当に優しくて助かっているのですが、その時にその宗教の出版物、物見の塔だったり目覚めよも同梱して送りつけてくるんです。あとは段ボールに聖句だったりエホバの教えが直に書かれていることもあります。エホバの道に戻れとかはよく書いてあります。この辺に写真をもし出せれば貼りたいと思います。母を騙していることは非常に心苦しいのですが、母との関係も続けていきたいし、自分の人生も自由に生きたい。結果、こちらの世界ではその宗教の教えを無視してしまって、そのことは母には秘密にするという二重生活を続けてしまっています。ちなみに過去の動画でもお話ししましたが、私の母はフィリピンの貧しい家庭で育ちまして、上のお姉さんが働いて、その援助で大学に通っていたんですね。お姉さんが働けなくなってしまって、援助が受けられなくなって大学を中退していて、絶望していたところ、日本人の農家の人たちとお見合いをするプログラムを見つけて参加して、そこで私の父と出会っています。半ば駆け落ちのような形で日本に嫁いできたんですけども、文化の違いや姑とのバトル、言葉がわからない国での初めての子育てで母は参ってしまうんですね。そんな中、エホバの証人に捕まってしまいます。母が弱っているところをこの宗教にはまってしまったがために、私たち兄弟は世間の常識からかけ離れた教えを子供の頃から強要されてきて、大人になった今でも親との関係に悩んだり、世間からカルト2世ということで敬遠されてしまったり、結婚もめてしまったり、本当に大迷惑だなっていうのが本音なんですけども、それでもやっぱり母は母ですし、母も苦労してきて、たまたま大変な状況に置かれてしまったからこの宗教にはまってしまったわけで、かわいそうだなという思いもあります。今現在も母は友達と呼べる人が多分一人もいないと思うし、母は自分が外国人だということを異様に気にしすぎてしまっていて、信者の方ともあまり深くは関わっていないんですね。かわいそうなのですが、昔地元のママ友から先に会ったこともあって、大量の水とかいろんなものを買わされたりしたりしていて、そういう母なんですね。母は父や祖母との関係に悩んでいて、現実世界に絶望していて、ずっと宗教の教えに逃げているように見えるんです。趣味もないし、旅行も行かないし、家にいる時はもうずっと聖書だったりその教団の出版物を読んでいるんですね。社会人になってから一度旅行に誘ったこともあるのですが、学園が来たら行くと言って今は行かないと言うんですね。私、楽園が来たらやりたいことたくさんあるの、こんなこともしたいしこんなこともしたいしって、よく楽園になってから何がしたいかっていう話をするんですね。もうそれが心が痛いんです。そんな来るか来ないかわからない楽園をずっと信じていて、現実世界では何も楽しいことをしないで、ひたすら聖書やその教団の出版物を読んで過ごしている母を見るのは本当に辛いんです。本当は旅行に行ったり楽しいこともたくさんあったはずなのに、本当は母にも目を覚ましてもらって、現実の世界で楽しんで生きてほしいという思いもあります。母が目を覚ませば全て解決すると思ったこともあるんですけども、難しいんですね。少しでも教団を悪く言ったり疑問を投げかけたりすると、本当に発狂というかヒステリーになってしまって、話にさえならないんですね。仮に母がこの教団の矛盾だったりその危険性に気づいたとしても、私が恐れているのは、母はこれまでずっと絶望していたけど、この宗教にすがりついて生きてこれたわけで、この宗教があったから
異国の地で姑にいびられながらも絶望しながらも子育てしてこれたわけで、母から宗教を取ってしまうともっと大変なことになってしまうんじゃないかという恐れがあります。現に母はもしエホバに出会っていなかったらあんたたちのことなんてとっくに置いて出てってたってよく言うんですね。エホバに感謝しなさいと言われます。宗教は自由だし、何を信じるか信じないかは自由だとは思うんですけども、本当に母がこの宗教に出会ってしまったがために家族全員の人生が狂ってしまったし、だからといって誰も責められないし、でも今も困ってるし解決策が見つからないし、どうしたらいいかわからなくて本当に辛いです。同じ状況の元二世信者の方がご自身の信者の親御さんとどのような距離感で関わっておられるか気になります。何年も何年もこの母との関係でずっと悩んできたので、よかったらアドバイスなどいただけたら嬉しいです。今日は私がかれこれ十数年間二重生活を送ってきた背景についてお話ししましたが、この二重生活もそろそろ限界になってきたんですね。というのも私は信者ではない人と結婚することになりまして、これでかなり揉めてしまいます。掟を守っていると信じていた娘がある日突然信者ではない男を連れてきた、なんでこんなことになってしまったんだのようになってしまうんですね。この問題については現在進行形でまだ悩んでいるんですけども、宗教2世の結婚難しい問題についてはいろいろと思うところがあるので、これはまた別途動画にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。グッドボタンやコメントも励みになります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。季節の変わり目、コロナもまだまだ心配な時期ですが、どうぞご自愛ください。